ヤッホーとまるでーす。はい、っていうことでね、本日はね、カッコーの言い名付けのね、一番くじを紹介していこうかなって思うんですが、2022年の4月16日土曜日から発売になったカッコーの言い名付け第3弾海の手へようこそっていう一番くじなんですが、1回ね680円となっておりまして、まずラインナップの紹介をしたいと思います。 H 賞ラバーストラップ、 G 賞イラストボード、 F 賞アクリルスタンド、E 賞お茶碗湯飲み屋ソート、D 賞サチチョコノコぬいぐるみ、C 賞ヒロチョコノコぬいぐるみ、B 賞エリカチョコノコぬいぐるみ、A 賞書き下ろしキャンパス時タペストリーで、ラストワン賞がクッションっていうことで、ダブルチャンスもラストワンのクッションっていう感じです。はい、ってことで、今回ね、第3弾ってことで、まあ、実を言うと私ね、第2弾も弾いてね、動画も実は撮影してたんですけど、まあ、動画出すタイミング逃してね、そのままお蔵入りしたんで、まあ、機会があったらまたね、動画アップしようかなとも思ってるんですが、正直言うとね、今回より次回のね、フィギュアありの方の一番くじが私的に本命なんですけど、今回ね、何が欲しいかというと、正直何が当たってもね、嬉しいかなって感じなんですが、まあ一番はやっぱね、F 賞のアクリルスタンドがね、いっぱい当てていっぱい欲しいかなっていう感じで、何が当たっても嬉しいっていう、まあ言い方だよね。逆に言うと、突出して欲しいものがないっていうことでもあるんですけど、まあフィギュアがないとね、やっぱりどうしてもそういう感じになっちゃうかなって感じなんで、まあ、とりあえずアクスタいっぱい当たったらいいかなって思って引いてきました。7回だけ引いてきたので、まず引いてきた様子からねご覧ください。どうぞ。7回やります。入れてって大丈夫です。一つ。二つ。ちょっと見ていいですか。一番くじ引き終わったので今からね、いい天気なんで2駅歩いて帰りたいと思います。はい、もうちょっと最近ね、かなり太ってしまったんで、ちょっとダイエットがてらね、2駅歩いて帰りたいと思います。思います。いい天気。はい、じゃあまた後ほど。はい、っていうことでね、もうなんか大賞しか当たんなくて、そうで、あ、そう、しかもさっき言い忘れたんだけど、最初引こうと思ってた1店舗目がロット買いされてなくて、
で2店舗目もなぜかなくて、で3店舗目でねやっと引けたっていうぐらいちょっとね人気なめてたなって感じで、そう無事引けてよかったなって感じなんですが、とりあえず当たったのをね見ていこうかなと思うんですが、おうおうおう、じゃあまずラパストからね見ていこうかなって思います。はい、こんな感じですね。うん、まあ正直ねどれが当たっても嬉しいかなっていう感じなんですが、まあ、せっかくなんでね唯一の男の子なぎくん狙いでね引いていこうかなって思います。はい、じゃあいきます。なぎくんなぎくんなぎくん、こい、おー、たらーん、ひろちゃんですね。はい、こんな感じでーす。はい、じゃあ次横一列に引いてきたから多分ダブってないんじゃないかなって思います。はい、いきます。2個目、なぎくんなぎくんなぎくん、こい、お、じゃなーん、かわいいさちちゃん、じゃなーん、こんな感じ。あ、ってことはでもさ、こう来ちゃうとさエリカちゃん欲しいよね、メイド服の。いきます、エリカちゃんエリカちゃんエリカちゃん、ちょっとゆっくり見ていこう。あ、違う、あ、いい、でもさちちゃん好きなんですよ私。はい、アクスタもさちちゃんもらってきたしね。あ、やった、嬉しい、これ。はい、じゃあ最後、最後はやっぱエリカちゃんか、ナギくんが欲しいですね。よいしょ、よいしょ、いきます。最後いくよ、エリカちゃんエリカちゃんエリカちゃん、こい、おー、ナギくん、チャラーン。はい、ってことでまさかのエリカちゃん当たらずってことなんですが、はい、まあダブんなかったのは嬉しいんですけど、はい、こんな感じですね。うん、どうしようかな、ちょっとエリカちゃんのラバストだけねポチろうかなって気もしますね、ここまで来ちゃうと。うん、こんな感じ。あ、でもねナギくん嬉しいですね。はい、こんな感じ。はい、ってことであとはね、イラストボードをめっちゃ悩んで、もうこれは確定じゃんこれは絶対欲しいじゃんね。うん、書き下ろしのね3人、うん、A 賞のタペストリーと同じイラストだから絶対欲しかったんですけど、はい、もうこれはねゲットもちろんして、でもう一枚はめっちゃ悩んだんですけど、はい、なんかちょっと青春っぽくていいなって思ったのでこちらにしました。はい、エリカちゃんとナギくんのやつですね。はい、こんな感じです。ってことでこの2枚をもらってきて、でまあ一番お目当てだったアクスタ、ちょっとね私制服姿の美少女好きなんで、はい、こちらのねサチちゃんの制服バージョンにしました。はい、でまあアクスタに関してはねコンプしたかったんで、ポチってねコンプしようかなって思います。はい、っていうことで書き下ろしイラストのグッズもねゲットしたし、まあ結構満足かな。次回のねフィギュアありの時はもうちょっと多く入れてねフィギュア当てられたらいいなって思います。はい、っていうことでね今からすごい楽しみですよね。うん、アニメも楽しみだし次のくじも楽しみっていう感じです。はい、っていうことでバイバーイ